さあフロントローから誘導ラインに収まってイエローラインブラックアウト、スタートが切られていく。さあ集団になりながら1コーナー、平川が入る余地がないか。平川がインサイドに入れずに、どうやら4番手あたりでインサイドにマシンを持ってきたか。さあ今度は5コーナーのブレーキングに対して森山のインサイド、平川真子は3番手上がります。まずはホールショットを取っていったのは酒井由良、そして2番手には武田敦、その後ろ3番手に平川真子と森山慎一郎、その隙を原田。さあ久保ちゃんはちょっと行き場を失ったか。まずはオープニングラップはポールシッター酒井由良がトップで戻ってきます。由良を先頭に2番手武田、3番手平川、4番手に原田、5番手森山、6番手黒柳、7番手藤本とオープニングラップを終えていきます。さあ2周目のタコツボで折り返し、ここでついに武田をかわして平川が2番手に上がりました。この序盤で早いところポジションを上げてきました平川。さあ現在はまだトップ由良との間隔はコンマ6秒ほど相手はおりますが、さあこの後平川がどこまで由良に近づいていくのか。現在平川がセクター1ベスト12秒143というセクター1のベストをマーク、トップスピードでも現在ここは平川が 118.81 キロ、予選ヒットでは120キロオーバーをしていた、この平川のマシンですが、ここからタイヤにも熱が入ってくればさらに最高速トップスピードも上がっていくでしょう。少し藤本が遅れてしまっておりますが、現在トップ6、上位6台がトレーニングを組みながら裏を先頭にラップが重なっていきます。4周目と入ってきました。この X30 決勝レース、この決勝は18周での戦いとなっています。現在トップ由良、先ほどまではコンマ6秒ほどあったその間隔がさあ徐々に詰まってきています。由良のラップタイムが6秒4に対して2番手平川真子は現在6秒2とコンマ2秒ほどトップ由良のタイムを上回ってきておりますので、その距離が詰まってきています。コンマ3秒ほどというような距離になってきました。さらに武田、原田、森山、そして黒柳とそれも離れることなくしっかりと集団を形成しています。この序盤ペースがいいのは2番手の、平川、さらに3番手の武田、そして原田修一郎が6秒1、森山も6秒1というような形になっています。ここまではまだトップ由良が今これで自己ベストには入れてきましたが、それでも後ろの方がペースが速いというようなこのタイミング。現在レースは5周終了、6周目。さあ徐々にトップ由良に追い詰めていこうという後ろの集団。徐々にこれでグリップも増してくると、レース戦略の非常にうまい冷静な由良、この先が非常にうまいというこの由良が後ろをどのように引き離していくのか。さあ3番手争いが入れ替わったか。武田をかわしまして
ユラのチームメイト原田が上に上がってきます。平川の後ろに上がってきました。原田俊一郎、徳田が4番手、森山、そして黒柳と続いていくトップ6。さあこのレース中盤に入ってきたところで、ペース的にもユラが自己ベストを連発、それを上回る平川のラップタイムではあったんですが、一気にここで差が広がり始めてきたか。ちょっとそのトップ争いの感覚広がったようにも見えたんですが、ここは平川が食らいついていきます。先ほど予選で120キロオーバーというトップスピードを見せた平川の、そのスピードも徐々に上がってきました。現在は 119.4 というあたりまでトップスピードが上がってきています。対してトップのユラのトップスピードは115キロ、そのスピード、トップスピードだけの差を見れば4キロほど差は空いてはおりますが、まあ、トータルでのペース、ラップタイム、現在はこんな3秒というリードは前を行く酒井由良。原田俊一郎の46秒138がここまでのファーストストラップということになっています。さあまだレース、この長丁場18周のこの決勝レース、折り返しと来ておりません。現在レースは9周目。ここまでのそれぞれのドライバーたちの走りを見ていくと、現在トップを行くユラに、高速区間では平川がやはりトップスピードを生かしながら近づいてはいくんですが、インフィールドセクションセクター2では酒井ユラがベストをマークしています。セクタータイムで見るとコンマ1秒ほど酒井由良が11コーナーまでのセクター2、ここで分があるようです。さあいよいよレース、これで10周終了、11周目に差し掛かってきたところで、徐々にではありますが5番手の森山、そして6番手の黒柳と少し遅れ始めてきてしまったでしょうか。森山のラップタイムが6秒5、そして黒柳が6秒6というようなペースに、落ちてしまいまして、現在トップ集団は6秒2から3というようなペースです。これを見ますとこんな2秒からこんな3秒ほどラップタイム落ち始めてきました森山と黒柳。これで先頭集団は4台に絞り込まれたと言えるのでしょうか。残り周回数はまだたっぷり7周残っていますが、依然変わらずラップリーダー酒井由良。ここまで12周終始安定してラップタイムをマークしている酒井由良、ここまで12周このペースで飛ばしてきても後ろ平川が離れるどころかぴったりと張り付いたまま。さあその平川がついに13周目のタコツボ、ついに由良のインサイドを飛び込んできた。しかしここはクロスを使って由良もカバーしていく。
バックストレートエンドではブロックを取っていこうというユラ。さあそろそろこれで平川が動き始めて、これは残り5周に向かってバトルが始まってくるのか。さあユラはこれで平川がぴったりと張り付いて狙っているのは確認できたでしょう。2コーナーで再び平川が襲いかかってきます。折り返し2コーナーから3コーナー、しかし5コーナーのブレーキングではユラが飛び込んでいくが、ここは止まりきれない、ここは止まりきれない。チームメイトの原田にもかわされてしまった。5コーナーのブレーキング勝負に挑んでいったユラでしたが、ここはブレーキングミス。このスピードでは止まることができません。さあこれで変わってトップには平川真子が立ちます。そして平川の後ろには原田俊一郎。ユラは3番手にドロップ、そして4番手武田篤史と、さあこの4台でのトップ争い。2コーナーに向かってブルート対決。さあユラと原田、ここはユラが前に出ていく。とっとっとっと原田がちょっと迷った。さあ再びトップ平川に対してユラが2番手から追いかけていった。得意のこのインフィールドセクションで平川真子に近づいていこうというユラ。さあ平川が守れるのか。開幕戦勝ちを奪われたその酒井優良に対してこの第2戦は雪辱です。さあ残り3周のいう中、ついにユラも追いついた、ユラも追いついた。再びタコツボの折り返し、ここで平川をかわして酒井ユラが前に出てくる。なんとか間に合ったぞ。これでラップリーダー再び入れ替わりまして、酒井ユラを先頭にレースは残り2周。さあ残り2周、今度は平川の番です。さあ今度は平川真子がどこで襲いかかっていくのか。そっとここで入ってきたタコツボの折り返し、先ほどからここがポイントになっています。ユラもちょっとブロックラインを取っていこうとしたタコツボでしたが、さらにインサイドをこじ開けた平川。 GT ドライバーの兄平川両張りに、さあ速さを見せつけていこうという妹真子。さあその平川真子がトップに立ってファイナルラップへと入ってきました。2コーナーはブロックをしていく。さあ平川、酒井、原田、武田、この4台5コーナーで飛び込んできた。ユラが飛び込む、武田も飛び込む、そこに原田がごっつん、平川真子は遅れた。5コーナー立ち上がり、平川立ち上がりで失速。ちょっとこれでこの集団の一番後ろ、表彰台まで落ちてしまったか。最後のバトルは5コーナーのブレイキング飛び込みでティームブルーと酒井ユラと原田俊一郎が前に出てきました。ホームストレート、ユラ2戦連続ポールトゥービーン。そして原田も2番手表彰台、ブルーとワンツーを築きます。3番手にはベテラン武田。平川真子は最後の最後まで全力を尽くしましたが、ファイナルラップの5コーナー立ち上がり、ちょっと行き場を失ってしまったか。加速が遅れたのが響きました。4番手でのチェッカーとなります。5番手森山、6番手に黒柳、そして今藤本もチェッカーを振り抜けていきまして、 X30、X37 台全車完走です。